2回目のオリンピック内定が決まりましたけども、1回目の時との内定決まった心境の変化というのはいかがなんでしょうか。1回目の心境をあまり覚えてないので、まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、改めてというか、まあ、気が引き締まります。先ほどもちょっとお話ありましたけども、大野選手、東京オリンピックに向けてどんなものを背負って戦われるのかというのをお聞かせいただきたいです。まあ、背負うとやはり、重たくなってしまいますので、まあ、背負うというよりかは、まあ全てのものをこう力に変えて、戦いたいです。オリンピックがゴールではないというお話以前ありましたけども、リオからの4年間というのはこの東京オリンピックに向けてどのように取り組まれてきましたか。まあ、2度目の集大成、という思いでしたし、まあリオまでの4年間とは違った道の歩み方をしたいなというふうに考えてやってきました。リオオリンピックで金メダルを取られてますけども、大野選手にとって次挑むオリンピックで一番恐れてるものって何かありますか。恐れてたら戦えないですよね。本当に覚悟を持って、恐れずに挑戦していきたいです。オリンピックっていうのは改めて大野選手にとってどんな舞台、どんな存在なんでしょうか。オリンピック、なんでしょうね。なぜかオリンピックを目指しますよね。まあ、自分の本当に、柔道を証明するという場所かなというふうには考えています。東京日本武道館で開催されるということに関してはどのようなお気持ちがありますか。まあ、全日本選手権、まあ、昨年の世界選手権、まあ、日本武道館で、戦う機会というのは多くないので、噛み締めたいというふうに思いますし、私自身こう日本武道館で、まあ、試合をする、何とも言えない雰囲気が大好きなので、いい柔道を見せたいです。先ほど高藤選手が投げっぷりがいいのは大野選手に任せてっていうお話があったんですけど、改めてオリンピックでどんな柔道を見せたいと思われてますか。まあ、そういった色気とか欲とかは一切、まあ、今もそうですけど、殺して、戦いたいです。勝負は本当に何があるか分かりませんし、もちろん基本的なスタンス、やはり超攻撃的に、一本勝ちを、投げることを目指して、やっていきますけど、まあ、結果、例えば指導3勝ちでいいの、結果勝ってればいいというふうに私自身は考えています。この東京という舞台で2連覇を目指せるということに関してはいかがでしょうか。まあ、会見でも言いましたけど、やはり本当に思っている以上にこの連覇というものは難しいというふうに自分でも思っています。まあ、でもだからといって特別なことをやるわけでもないですし、やはり本当に変わらず自分の柔道のこの弱い部分というのをしっかり見つめて、そして稽古で嫌なことをやはりし続ける、まあ、本来稽古とはそういうものだというふうに自分は認識しているので、本当に自分自身が嫌がることを、それをまあ相手ありきなので、相手ありきの柔道なので、まあ、そういった稽古を続けていきたいです。ありがとうございます。